やった、優勝だ。バカな、爆発力が足りなかったというのか。やった、優勝して凱旋か。今日は最高の日だな。なんて日だ。それにしては学校が静かでやんすね。そういえばそうだな。あ？何事だ。何かが爆発したでやんす。あ！あ！校舎の上を見るでやんす。おい、まだ生きてたのかよ、おめえら。よう、久しぶりだな、小見ろ。お前は、レッド、お前たち、お前はレッド、俺たちに負けて消えたんじゃなかったのか。ふふ、俺もそう思っていた。だが、どうやら、まだ勝負は終わってない。終わってなかったらしいぞ。なに？この大会に発せられた試合に勝ちたいという強烈な願いが、再び俺たちを呼び戻したのだ。なんだって？あれ、待てよ。大会は俺たちの優勝で終わったから、もう、願ってはいないぞ。その通りだ。しかし、願いが成就したことにより、感情の爆発こそが俺たちの復活の最後の引き金となったのだ。おめえ、涼み歩きやよ、おい。願ったことが叶えられるとかさ、そしてここでお前たちを始末すれば、俺たちの存在がこの世界に安定するのだ。なんだかよくわからないでやんすが、むちゃくちゃ大ピンチでやんす。やばい、なんか来たんだけど。今の地響きはなんだ。あ、学校の反対側でやんす。え、うわ、なんなんだあれは。見覚えのある影が近づいてくる。おいおいおい、街が破壊されるだろ、こんだけ多ければ。でけえ、でかすぎんだろ。ガンダロボガハハハ、こんなこともあろうかとガンダロボを開発しておったのじゃ。お前かよ、クロノ博士。悪の天才学者のわしの力を見せてやるわ。クロノ博士。ブーム、何かと間に合ったようじゃの。あ、クロノ博士、本当に助かりました。ブーム、まあ、こんなこともあろうかとな。じゃあ操縦装置はこれじゃから、あとはよろしく。あ、これ俺が操縦するのか。なるほどね。ああ、どうやら俺がこれを使って戦うらしいです。敵かと思ったわ。え、あれがお前さんたちの願望から生まれたなら、お前たちが倒さんといかんのじゃ。俺たちが産んだ。よし、わかった、レッド、決着をつけるぞ。もうお前らの好き勝手にはさせないぞ。よし、行け。そんなガラクタを持ってきても我々は倒せんぞ。帰り討ちにしてくれるわ。もうなんか始まったんだけど、ヒーローたちをやっつけろ。校舎を壊しすぎたり、ロボがダメージを受けすぎるとゲームオーバーだ。十字ボタンでカーソルを合わせて、あ、動かして照準を合わせて A ボタンで射撃、あと LR ボタンで画面を左右にスクロールできるぞ。あのさ、ちょっとウォーミングアップなしでこのミニゲームはきついだろ。LR ボタンで、え、動くって言ってたよな。あ、こうか。オッケーオッケー。ちょっと待って。え、ヒーローを狙えばいいんだな、これ。うん。あ、ちょっと、お前動くな、バーガー。オッケーオッケー。ちょっと待って。やばいやばい。あ、でも、わかったわかった。ヒーロー当てればいいんだな、これ。うん。ちょっと待って。落ち着け、落ち着け、落ち着け。ヒーローだけだぞ。後者はちょっと当てないようにな。うん。こっちか。待って待って。攻略もあるからね、だいぶ弱まってるはず。あ、待って待って。こっちか。うわー、隠れやがって、あいつ。あ、待て待て、校舎が、あ、ちょっと待て、破壊されちゃう。これ俺が破壊してるっちゃうか。あ、やばい、ちょっと待て、暗いやがれ、お前。落ち着け。よしよしよし、オッケーオッケー、結構でかい、今のダメージでかい。ちょっとここ狙ってって、隠れるな、お前。オッケーオッケー、いけ、どこだ、いた、ちょっと待ってくれ、いける、一人ずつ丁寧に抑えていけば、ちょっと次、緑行こうか。よしよし、聞いた、多分聞いた。いや、やばい、ちょっと待って、校舎のダメージ見てなかったけど、よく考えたらやばい。あ、やばい、ちょっとやめてくれ、壊さないでくれ、俺
だ。その子供たちの未来がかかっちゃってるんじゃ。そこの校舎はお願いだ。その校舎は未子供たちの未来がかかってるんじゃ。お願いだ、お願いだ、死んでくれ。子供たちの未来のためにも死んでくれ、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 ヒーローお願いだ、死んでくれ。勝った、ああよかった。ちょっと待って、これ、あと1ミリ、危ねえ、危ねえ、すげえ、これ、相打ちだろ、危ねえ、子供たちの未来守ってやった、俺、ここの校舎で勉強するスチューデントの未来を、よかった、うわぁやったでやんす。ヒーローたちが消えていくでやんす。やべえ、俺持ってるわ、やっぱり。これでお別れだな。ふむ、どうやらそのようだ。野球で敗れ、次には実力行使で敗れた。この次の機会はないだろう。あまり悔しそうじゃないだ。この2年間ずっと考えてきた。なぜ俺たちのようなものが必要なのかと。そして今日結論が出た。おそらくこれが正しい結末なのだ。どういうことだ。単に甲子園に行きたいという願いを叶えただけならば、お前たちが満たされることはない。願いの対象として俺たちを超えなければならなかったのだ。願い事を叶えるために召喚されたものは数あれど、俺のように満足して退場していけるものは数少ない。さらばだ、小見野、倒した。やった。ちょっと待て、レッド、最後までいいやつになるなんてずるいぞ。いや、それ逆境つくでしょ。やっぱ俺は逆境男なんだな。小見野くん大変でやんす。なんだよ、オーバーヒートを起こしてロボットが火を吹いてるでやんす。あ、本当だ、博士。おい、黒の博士はどこだ。とっくに逃げちゃったでやんす。なーにー、いやー、アーボケの神が舞い降りてきたな。今回まさか自分の息子がドラフト上位指名とはね。あら、どこの球団だったかしら。ありますか、なんかリクエスト。このコミノにふさわしい球団、てかオリックスにしよう。オリックスに、コミノだから、うん、コミノだからね。ちょっと今回オリックスにしとこう。そうだな、マスレっぽいな。ブルーウェーブだよ、まあ、この時代はそうなんだよな。ブルーウェーブなんで、まだコミノ君、今日は学校でテレビ局の取材があるでやんすよ。あ、そういえばそうだったな。よし、学校行こうか。ブラック、マオ、お前生きてたのか。君は、あれ、お前記憶が、コミロ、あ、ちょっと、あれ誰だっけ。どうしたでやんす。知り合いだと思ったんだけど、人違いだったみたいだ。そそっかしいでやんすね。お前記憶を呼び起こせ。ポカポカ、うわーって思い出せ、コミエ、コミロ、お前の頭でポカポカポカ。くそ、思い出せねえ。くそ、いつか真央ちゃんグッと見てやるからな、お前。ほら、とっとと行くでやんす。お姉ちゃん、お腹がどっか痛いの。だって泣いてたみたいだったから。嘘だろ、あの無表情の無感情の真央ちゃんが泣いてるだと。間違い、ヒーローは泣かないから。え、すっげえ飛んでっちゃった。いやー、いや、まあね、でも死んでなかったし、よかったんじゃないですかね、結果的に。魔王ちゃんと本当に結ばれたかったけど、まあこれはこれで、うん、いいエンディングだったな。いや、それにしてもマジで危なかった、本当に。よかった、マジでクリアできて。本当よかった。はい。
ペペ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 ペ。少ないけどクリアおめでとう。あ、すいませんね、ありがとうございます。あざっす。どこかの国のおとぎ話。昔々世界中の人は不幸でした。ある日、神様がやってきてみんなのために働きました。おかげで世界中の人たちは幸せになりました。でも神様だけはずっと孤独で不幸でした。なぜなら誰も神様のことを知らなかったからです。コンビニ強盗発見。行くよ、すき焼き。猫の名前か。にゃおん。まおちゃんはこうしてヒーローとして活躍してるみたいですね。お互いのノウハウを集めれば今度こそ真の闇の組織が作れる。うむ、わしも研究に専念できるしな。こら、副司令官はこの立花でばった。そんなことは許さないガニ。今日も悪の組織は騒がしい。だって世の中を変えなきゃいけないんだから。うわ、やった、エンディング来てよ。そしてやばい、感動で涙流れそうだわ。あー、すいません、ありがとうございます、ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。あざす。やっぱ持ってるな俺は。あー、ボケ最高だ。あー、ボケ7はちょっと賛否両論あるかもしんないけど、よかった、マジで神回だったわ。